どうも、おやっと澤です。入江健です。今回は枕崎市の人気店麺勇気さんをご紹介します。男前なニンニク爆盛りの美味しい一杯をいただいてきました。最後までお楽しみください。南薩横断道南九州知覧インターから車で30分くらいのとこにあります枕崎市立上本町麺勇気さんにお邪魔します。こちらが麺勇気さんのメニューになります。定番の麺メニューちゃんぽんもありますね。そしてこちらはご飯や一品料理です。今回この中から男前がっつりニンニクラーメンをチャーシュー増しでオーダーしました。しばらく待っていると着丼です。かなりの爆量のニンニクいただきます。ということでまずはスープから。いや、このスープうまい。しっかりした濃厚な旨味のあるスープ、まろやかでクリーミーな口当たり。スープのベースは豚骨。豚骨は豚頭と原骨を使用しているそうです。しっかり丁寧に煮込まれた豚骨スープはニンニクの風味もガツンときながらスープとの相性がいい、めちゃめちゃうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップして出てきた麺は中細ストレート麺。いや、この麺もうまい。スクエア形状で表面はつるっとしている麺、しっかりとしたコシにシコシコ食感。スープとの相性がよく、しっしっかりスープとニンニクを絡めながら持ち上げて口まで運ぶと、スープの濃厚で芳醇な旨味とともにニンニクのジャンクな風味が口の中に広がってきます。つるしこ食感の麺もうまくて、じゃんじゃんずるずるすすっていけるうまい麺です。そんなうまい麺を追っかけるようにサイドスープを捨てき、この麺勇気さんの男前がっつりニンニクラーメンのこのスープ、ニンニクもがっつり効いてうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシューです。いや、これはチャーシューめちゃめちゃうまい。肉感のあるチャーシュー、噛めば崩れるタイプ。定番ラーメンに使用するかえしだれで味付け、甘醤油風味なコクのある味付けでうまい。そんなチャーシューで麺、そしてもやしなどの野菜と一緒に箸でキャッチして口の中に頬張ると、これもうまい。崩れるタイプのチャーシューとつるしこ食感の麺の相性がよく、じゃんじゃんずるずるとすすっていけば、中盤から終盤に差し掛かってくると、このキャベツもしっかり麺に絡み、さらにニンニクもまたさらにさらに絡んできて、じゃんじゃんずるずると食べていけば、さらにさらにニンニクのジャンク感が口の中にじゅわーっと広がり、鼻に抜けてきます。再度麺とチャーシューを一緒にパクパクつるつるといただいたならば、フィニッシュはパンチのあるニンニク豚骨スープにしっかり浸した味玉を一口でパクリと食らっちゃいます。いや、
この味玉めちゃめちゃスープと合ってうまい。そんな麺ゆうきさんのお店の詳しい情報は動画の下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日も美味しく完食です。濃厚で深みのあるうまい豚骨スープにパンチのある爆量のニンニクはスープとの相性が良く、そしてつるしこ食感の麺もうまい一杯。店主さんとお話をしたところ、このご時世お客様に来ていただけるという感謝の気持ちで日々の営業をされているとのことでした。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。